アサトです。えー、聖書メッセージの時間となりました。感謝いたします。えー、では、最初のお祈りいたします。えー、天の,地の神様、この聖書メッセージの始めから終わりまで、えー、導いてください。えー、感謝して、えー、イエス様のお名前によってお祈りいたします。雨、えー。感謝いたします。私は高いところに登ると、また、えー、飛行機やまたその山の頂上に乗ると、下に見る この光景ですねまたその水蒸気雲とかということで想像しますけど今日はこの第二列を主の宮がそういう神様の栄光に現れたということですねこのまたこの新約聖書にイエス様が山に登って衣が見姿が変わったということでこの「 3、えー、人のペテロとヤコブかな、イハネ、このエリアとモーセの箇所もありますけど、えー、前行けなくなりましたけど、えー、今日はこの、ね、列ツオ第2の、歴代史ですね、第歴代史第2の五章からの御言葉の時となります。では、初めにお祈りいたします。天の父の神様、この御言葉の時を感謝いたします。どうか神様がこの、えー、歴代史第2の五章から。 私に何を問いかけておられるかまた私はどう応答すべきか教えてください。私の思い、私の言葉じゃなくて神様の御言葉。 何をおっしゃっているか私が例の目を開いてまた力強く語ることができますように私の思い私の考えではなく主の御声御霊聖霊によって満たして力づけてください。感謝してイエス様のお名前によってお願いいたします。前回は本当に、えー、のメッセージではこの「役の手紙の」の参章から賛美と呪いが出てはいけない。 今日ですそういういいこととあってはいけませんと本当に、えーまあ、お言葉ですねおしっかりの言葉いただきまして私は賛美と呪いがあ出てきますねお恥ずかしいですけど神様の前に悔い改めて真摯に立っていきたいと願うものです、えー、まあおきが長くなりましたけど、えー、この神様の,の栄光ですね、えー、これはあ第二にできたいし早速この箇所を目を通していきたいも通していきます 歴代史第二の御所、えー。こうして、ソロモンが主の宮のためにしたすべての工事が完成した。えー、そこで、ソロモンは父、ダビデが性別したもの、すなわち、銀、金、えー、各種の木狂いを運び入れ、神の宮の大む蔵に収めた、えー。その時、ソロモンはイスラエルの長老たち、およびイスラエル人の部族の頭たちと、一族の長老たちをすべてエルスラエムに、えー、召集した。ダビデの町、シオンから、主の英国 主の契約の箱を運び登るためであったイスラエルのすべての人々は第7の新月の祭りに王のもとに集まったこうしてイスラエルの長老全員が到着したところでレビューたちは箱を担い箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具と運び登ったこれらのものを祭司たちレビューたちが運び登った ソロモン王と彼のところに集まったイスラエルの全回収は箱の前に行き羊や牛の群れを生贄として捧げたかその数があまりにも多くて数えることも調べることもできなかったそれから祭司たちは死の契約の箱を定めの場所すなわち神殿の内堂である死聖女のケルビムの翼の下に運び入れたケルビムは箱のところの上に翼を広げた ケルビムは箱とそのくつぎ棒と上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、先の棒が内堂の前の聖城から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。箱の中には2枚の、えー、板の他には何も入っていなかったそう。これはイスラエル人がエジプトから出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたとき、モーセが捕虜で入れたものである。 祭司たちが聖女から出てきた時列席したすべての祭司が各組の務めの神女にかかわらず身を性別したまた歌,歌いであるレビとト全員もすなわちアサフもヘマンもヘドトンも彼のコラも彼の兄弟たちも白天マヌの身にまといシンバル従弦のことおよびことを手にして祭壇の東岩たち 120人の祭司たちも彼らと共にいてラッパを吹き鳴らしていた、えー、ラッパが吹き鳴らすものを歌い歌いたちがまるで一人で,でもあるかのように一致して歌声を響かせ主を賛美し褒めたたえたそしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ主は誠に慈しみ深いその恵みは徳しえまでと主に向かって賛美した。 その時、その宮は死の、すなわち、その時、その宮、すなわち死の宮は雲で満ちた。祭、え、司、ー、たちはその雲にさえさ,さえぎ、えー、られ、そこに立って使えることができなかった。死の栄光が神の宮に満ちたからである。えー、感謝いたします。特にこの、えー、13節から14節までもう一度お読みいたします。ラッパを吹き出すものを、 歌う歌たちがまるで一人でもあるかのように一致して歌いを響かせ主を賛美し褒めてた,たいたそしてラッパとシンバルとさまざまの楽器を奏でて声を上げ主は誠に慈しみ深いその恵みや常しえまでと主に向かって賛美したその時その宮すなわち主の宮は雲で満ちた 祭司たちはその雲に遮られそこに立って仕えることができなかった死の栄光が神の宮に満ちていたからである。えー、感謝いたします、えーえー、この死の宮ですね、えー、このホレブ。まあ、エ,エジプトから出てこの荒をさまよった時に、えー、この民宿ですかね、探しきれですかね、えー、この。 このお神様がこのモーセに実会をさ授けた時に、ミスキかなこの、えー、神秘、もうあれですね、お恥ずかしいですけど、惚、えー、れるのは本当に、えー、神様が満ちていましたですね。えー、この箇所はこの、まあ、2回、この民は下でこの、 モーセが来るの遅いと言って、えー、まあこのアロンによって、えー、この、えー、どんちゃん騒ぎといかあいろいろしたて、えー、ことに神様から厳しいお叱りがありましたけど、えー、この箇所はあなかなかあ出てきますかな出てこ来ないですねそういう箇所本当に、えー、その箇所を本当に 神様の幕屋ですねまたこの、えー、イエス様このまたソロモンの神殿の時も神様が本当に、えー、満ちて、えー、神様の栄光ですねそれとこのマイタイの福音書ですかねこの、えー、マイタイの福音書この 最後に3人がいたところに、ちょっと、えー、今日はなかなか見言葉があーまあ、えー、よし復讐ではないですけど、えー、この箇所に、えーえー、もうそのうち3人がいますけど、出てきますかね、出て、お恥ずかしいですね。はい、えー、この、えー、そのそ時、えー まあこの中にも、これはまた、この話はまた違いますけど、このイエス様の時ですね、我らの時にも書いてありますけど、だが、こう書いてあります、まニの福音書の,この死の日ですね、その時とはまた違いますけど、この状況ですね。 人の子が来る時の状況ですね。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るんです死体のあるところにもハゲ,ハゲタカが集まりますだがこれの日の苦難についてすぐに太陽は暗くなり月は光を放たず星は天から落ち天の晩鐘は揺れ動かされます、えー その時人の子の印が天に現れますすると地上のあらゆる種族、悲しみながら人の子が大脳と輝か,し輝かし栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです人の子は大きなラッパの響きとともに見つかいたちを遣わしますすると見つかいたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます えーまた、えー、この、ちょっと、えー、まあ、再臨、イエス様来られる時のテサヌ家の抜けの人の状況ですね、えー、えー、話が飛びますけど、この、神様の、この,私の、私たちの望み、幸い、イエス様にある幸いですね、テサノヌケ人の、この、えー この幸い恵みですね。ここ書いてあります。行きます。えー、まあ、えー、手さぬけ手紙の第4章の、えー、この4章の 13, 13節から読み出します、えー。眠った人々のことについては、兄弟たちあなた方に知らないで、えー、いてもらいたくありません あなた方が他の望みのない人々のように悲しみにし沈むことのないためです。えー、私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています、えー。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。えー、私たちは主の言葉の通りに言いますか、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するの するようなことは号令とお見つかりの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられますそれからキリストにある死者がまず初めによみえり次に生き残っている私たちがたちまちからと一緒に雲の中に一気に引き上げられ空中で主と会うのですこのようにして私はいつまでも主と共にいることになりますこういうわけですから この言葉を持って互いに慰、えー、め合いなさい、えー。感謝いたします。このまあ雲空調今日はその連取りましたけど、えー、まあ現在、飛行機から空を見たり、えー、高い山によってこの雲ですね。そういう箇所から、えー、この旧約時代のこのホレブの山ですね。えー、もうモーセの実会にいたときに、えー、雲に頂きがあって、えー、私は。 敬がれたものは誓えることできません。そういう,うモーセは神の山に行って、えー、この、えー、立法を授かりました。神とその目と顔と合わせて、えーえー、契約の意思ですね、えー、まあ回2回目行きあげました1回目は下で、えー、民がこのモーセが遅いからということで偶像を作って詠塾の帰ろと言って、えーえー、本当に神様からお叱りを受けています。 また諏モンが神殿を建てた時に、えー、この神様の栄光がこの宮に現れましたそして、えー、この、えー、このイエス様がまた山に乗った時に今日箇所は開けませんでしたけど えー、3人の弟子とともに、えー、ペトロは言ってましたですねエリアあそして、えー、モーセそしてイエス様のために幕を立てましょうかと言ったところをそういう輝かしいところですね、えーまあ、テスタの抜けのまたこのイエス様が来られる状況を見ましたけど、えー、この主の栄光と慈しみがあるということを覚えさせておられます、えー、感謝いたします、えー、今日はこの特に、えー、第歴代史、うん の5章の、えー、後半の部分をこの神様の栄光ですね、そのソロモンのが作った一節にこうしてありますね、こうしてソロモンが主の宮のためにした全ての工事が完成したときということで、この完成の祝いのときに、えー、この十三節を生み出します、ラッパーを吹き直す者、歌いたちがまるで一人で。 で,でもあるかのように一致して歌声を響かせ死を賛美し褒めたたいたそしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ死は誠に慈しみ深いその恵みは年へまでと主に向かって賛美したその時その宮はすなわち死の宮は雲で満ちた祭司たちはその雲にさ,さえ上げられそこに立って仕れることができなかった死の栄光が神の宮に満ちたからである 感謝いたします。主の栄光が神に満ちたからである、えー、私の救い主、えー。イエス様がこの律法、その旧約の時代、えー、神殿が真っ二つに追われて、えー、私たちはその直接神様とイエス様とお会いする、する交わる幸い、恵みに預かれました。感謝いたします。えー、前回の役務手紙では、賛美と呪いが同じ口から、うん、出る 今日はこの神様の宮、私はこの父なる神様、子なるイエス様、聖霊なる神様、三位一体の神様、この三つが一つであり、一つが三つである神様とともに歩む幸いを覚えています。感謝いたします。この恵み、この福井に預かる魂が起こされますようにお願いいたします。もうすぐイースターですね。感謝いたします。この… 救われ魂が起こされることを望んで、えー、感謝してイエス様のお名前によってお願いいたします。まさとです。えー、まわ、あ、さかしいメッセージとなりますけど、えー、この前回は、えー、サミットの例があってはいけない。えー、今日はこの死の栄光が。 満ちていたということで、神様に栄光を期していきたいと思います。マサトです。えー、マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、えー、ボタンとよろしくお願いいたします。また、えー、聖書を学びたいというお友達、えー、このようなものですけど、一緒に聖書を学んでみませんかマサトです、えー。また次回、えー、聖書メッセージでお会いいたしましょう。マサトした終言でパジャンプズ、シャロム、シャロム、シャロム。